三森さん、こちらの方、今大和さんが届けてくれました。いや、なんかワクワクしますね。あ、もうすぐ来るんだみたいな実感が湧いてきます。書類の方を丁寧に作っていただきましてありがとうございます。そしてね、なんかあれですね、セルシオのオーナーさんに共通しているのかもしれませんけども、あらゆるものが保存状態がいいですね。まあ、とてもじゃないけどもね、いわゆるドキュンカーと言われている名残はないのかなと思います。やっぱりそういう方もいらっしゃるし、そうじゃない方もいらっしゃるけども、でもやっぱり共通しているのはトヨタを愛していて、セルシオのあの走りが好きってことなんですよね。で、私もね、セルシオファンの端くれとして LS は50台から乗ることにして、もう1回だけこの31セルシオ楽しませてもらいます。この度はね、本当に皆様にお世話になりました。アップルの会社の皆さん、本当ありがとうございます。そして三森さん、いつもこうやってね、動画でテンション高めなのか低めなのか分かんないのを見ていただきまして本当に感謝しております。三森さんのね、お人柄がこういった郵送物を通じてずしっと伝わってきて嬉しいです。それでは暑い中本当にありがとうございました。今後もよろしくお願いします。